優勝者に、まずは最終戦や今日のご感想を聞きたいと思います。岡本さん、おめでとうございます。お疲れ様です。勝ちました。勝ちました。さっきまで嬉し泣きしてました。おいや僕めっちゃ泣き虫なんで、なんかもう最終戦始まる前にもう泣きそうで最終戦始まる前に、はい、もうすでにもう泣きかけててそれどういう涙ですか？いや、なんか感極まってみたいな感じで、いけちゃうかもしれない。ちょっとすごかったですね。9万の振り点3000、6000から始まり、あそこが結構勝負の分かれ目になりましたね。はい、先制リーチ受けて、9万が誰も合わせなかったんですね、確か。で、自分からパーマンが2枚、全命してて、で、まあ山にいそうだったので、もうここで勝負かなっていうところでリーチしました。はい。で、まあ、どっかで勝負しないと自利品になると思うんで、うん、まあ、今回良かったと思うのは、まあ、勝負どころはもう押して、で、引くところは引いてっていう感じで、まあ、木原さんが前褒めてくれてたんですけども、まあ、攻めるとこは攻めて、降りるとこでビタッと止まって降りてっていう感じで、メリハリが効いてる麻雀が僕のいいところっていうことで、前おっしゃっていただいてたんで、まあ、そういうところが見せれたんじゃないかなと思います。はい。はい。大悟さん、朝倉さんからはいかがですか？本当、スーパープレイがたくさんあって、さっき朝倉さんも言ってましたけど、その後のイスピンのね、1万2000の曲とか、ああなる人いないんじゃないかなって思うんですけど。いやー、あれ、正解が分かんなかったんですけど。まあ、そもそも三蔵切るところはね、三蔵切る人もいるだろうし、うん、僕、ローワン多分切りたいなって思うんですけど、分かんないなって思って見てましたけど、3ピンかーと。あの3品はなかなか選べないですよね。うまくいったんですけど、あれはちょっと正解かどうか分かんなかったんですけど。いや、すごいなって思って見てました。はい。あとは、まあ、最終戦がもうみんなしぶとくてしぶとくて。終わらせてくれと。まあ、でも条件戦って、まあ、麻雀強い人集まると、あんな感じになりますよね。いや、もう、しんどかったっすね、もう。まあ、とにかく固くいったんですけど、どっかで勝負かけないといけない。そうですね。うん。ヨーテルさんがね、リーチして裏乗ったときはちょっと嫌な気持ちになりましたもんね、多分。赤積もってる。まあ、マーク2さんの親番のときは攻める意味があんまりなかったんですけど、うん、そうですね、まあ、ヨーテルさんの親をいかに流すかっていうのが勝負どころだったので、あそこで4世オール引かれたっていうのはもう痛かったですね。そうですね。本当にね、渾身の力を見せてくださいました。条件戦に関してはすごくね、やっぱり課題だとおっしゃって、鍛えていらしたということでしたけれども。はい。まあ、天保名人戦も3年間やってきて、まあ、経験詰めましたし、大阪の強いメンバーを集めて対局をさせていただいたりだとか、はい、いろんな機会がありましたので、あとは施設リーグに参加して勉強したりとか、条件戦をこの何年間かですごい勉強できて、うん、まあ、それがあってちょっと今日勝ってた部分もあるかなっていうふうに思います。はい、岡本さん、3期連続挑戦で3期連続決勝進出で3度目の正直で優勝ということで、もう、はい、2年間辛い思いしたんで、まあでもそのおかげで、ね、もっと強くなれたと思うんで、はい、まあ、常に毎年毎年今が一番強いって思えているので、はい、まだまだ強くなっていきたいなというふうに思います、はい、素晴らしい優勝です。おめでとうございます。ありがとうございます。うん、もうまた泣いちゃいそう。はい、1年間長い間ご視聴いただいた方々、どうもありがとうございました。天保名人戦は第1期から見てて、まあ、当時大学生だったんですけど、もう朝ピンさんとかマーク2さんとか、まあ、出てるプロの方々ですね、もう雲の上の存在で、もう自分の手の届かない存在だと思ってたんですけど、そこから自分も強くなって、ねえ、まあ、いつか出たいなと思いつつ、もう10年ぐらいですかね。もう麻雀頑張ってきたんで、まあこうやって結果が出たことはもう本当に嬉しかったです。そうですね、天保位含めて、まあ天保位じゃない方々も、歴史がすごく長くて、もう素晴らしいプレイヤーの方々がものすごいいるんですよね。なんで、まあこれからもすごいプレイヤーたくさん出てくると思いますし、ね、もう来年以降の天保名人戦もすごい戦いが見せれると思いますので、まあ、これからも続いていけばいいなと思いました。はい。はい。本当にご視聴いただいた方々ありがとうございました。これからも天保が盛り上がるように、
僕もちょっとでも力になれたらいいと思うので頑張っていきますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。岡本さん優勝おめでとうございます。先生ありがとうございました。